ましたので、あの本当にあの皆さんが来てくださったのは心から感謝しています。まあ、我々があのこの建国記念文庫の森の周りを一瞬で囲むことができたのは非常に象徴的な意味があると思います。皆さんの強い抗議をしますものだと思います。なのであのこのにたくさんの人数が今日来てくださったのは非常に嬉しいです。これからどんどん声を上げましょう。これからますます声を上げましょう。これからもよろしくお願いいたします。この素敵な地元を守りましょう。もう少し周りのところにもう一回直しに行きますので、それが終わりましたらあのまた移動のアナウンスしますのでちょっとお待ちください。Thank you.
ました。250人が来ましたので、皆さん本当にお疲れ様でした。これが非常に象徴的な意味を持つと思いますが、こうすることによって、この樹木伐採などの再開発の問題に対して我々の強い抗議を示したと思います。これからどんどん声を上げましょう。はい、皆さん本当に今日ありがとうございました。
植物社会学という学問がありまして、その植物社会学できちんと調べるようにというのが東京の環境アセスメントの要求事項でした。人類の間は植物社会学に基づいて活発な調査が行われています。私で参加します。しかし外苑同じですよ。内苑と外苑でどっちが大事なんて言えないです。森は平等です。外苑に関してはやりなさいと言われているのに全くその調査が行われていません。ですから一歩一歩、おじいさんとおばあさんの大きな木は移植大変ですから全部切られます。どうですか、皆さん全部切られるんですよ。で、どんぐりから大きくなったような割に細い木たくさんありますね。それだけが沼が移植されて、どこに行くのかわからないですけども、ですから太い木は全部ちっちゃな木だけが移植、それから臨床といいますか赤ちゃんとか全滅です、ブルドさん、それが今の現実です。ですからぜひですね、皆さん今日来ていただきましたけれども、森も生きている、そして森も家族なんです。おじいさんおばあさんさよならじゃなくて、子供たち赤ちゃんさよならじゃなくて、一本一本移すっていうのはそういうことをやろうとしているんです。家族です。森の家族を大事にしてねということをですね、私はいろいろ申し上げていて、環境影響評価審議会の先生方はその声を聞いてくださって、もう一度調べましょうということを言ってくださっています。でそれにもかかわらず鉄板で覆われてしまいました。仲間見えません、何があるか。とても怖いことです。今日は鉄板で追われてしまいましたけども、八重桜は綺麗ですね。こちらの森と外苑の内苑の森、森は平等です。どうぞ皆さんの力で家族としての森、一本一本バラバラにしてですね、そういうその家族の分断というような森の分断を許すような、そういう乱暴な開発にはぜひともですね、声を上げていただいて、今日のような皆さんの心のこもった活動をこれから粘り強くですね、訴えていっていただければと思います。今日は本当にご苦労様です。ありがとうございました。皆さん今日はね、ハワイピックの会の方と、それから一応並木まおもろという会、いろんな方がいらっしゃるんですけど、私も2013年から新国立の建て替え内に移動してきました。で今回の再開発は全部つながっているんですね。それで石川先生は樹木というか、専門家として声を発してくださっています。イコモスという国際的な団体の一人として発言してくださってますですけれども、やはりその声を届けるには世論、皆さんの世論が大きくなるとメディアも取り上げてくれるし、そうすると聞く耳を持ち始めます。今は事業者は全く聞く耳を持たず、で面談も全て断ってきているんですね。ですから皆さんが自分ご自分の、よく何ができますかって聞かれるんですけど、何も私たちはできないんですけど、でも周りの方たち、家族だったり知り合いに広げて、事実として、まず事実として何が起こっているかということを伝えていただければ、皆さんがこのそれを聞いた方がこの開発がいい開発なのかどうなのかっていうのをきっと判断ができるんですね。ですから反対しましょうではなくて、まずは何が起こっているのかを周りの人にぜひ伝えてください。で今住民、一部の住民の方が、訴訟を起こしているところですけれども、東京都はまずその入り口のところで原告不適格ということで、なかなか、あとごめんなさい、東京都じゃない、裁判所ですね、東京都ももちろんそれを拒否してますけれども、裁判所もそういう判断を今下そうとしてますが、まだまだそれに対して反論していくつもりですから、皆さんもどうぞ支援をお願いいたします。今日、野生カップさんが署名を立ち上げて、
で今日中止になってちょっと今体調を崩してしまったんであのいらっしゃらなくなって代わりに喋ってます。であともう一つじゃあついあの続きで言いますと今回の開発で、大量の樹木を伐採する原因は神宮球場とラグビー場の位置を入れ替えるということが大きなあの原因になっています。それの裏にはあの超高層を建てるという利権が絡んでいますがまずは神宮球場を今の場所で守ってで移転をしないラグビー場も今の場所で、改修をするそうしていけば、地元バスターはなくなります。で神宮球場は今ここにある絵画館と同じ年にできているんですね。あの絵画館は今国の重要文化財になってます。で野球場も全く同じ年に同じ設計者によってできている文化財としてもう十分価値のある建物です。で甲子園球場はその前の2年前にできてますが大改修をして今そのまま使い続けて高校野球の聖地としてそのまま残ってます。であの神宮球場はヤクルトの本拠地でもありますし六大学の本拠地でもあります。でこの野球場を作るときに昭和の初期にですね六大学の大学が建築費を寄付しているんです。あのたくさんの人が入るようにということで拡幅をしているんですけどそのお金は全額六大学が出してます。きっと今日の中に皆さんの中に六大学の出身者がきっといらっしゃると思うのでいますね。ですから母校に声をかけてください。母校にあの六大学の方たちがお金を出して作ったこの球場を今壊されようとしているのでこれを守ってで、私は建築の専門家ですけれどもあの建物も十分改修で持つ建物です。その100年経ったからコンクリートが弱くなってしまうということはありませんので、設備類を、ね、直していけば十分使える建物です。ですから、六大学それからヤクルトファンヤクルトファンの方にも呼びかけてください。ぜひお願いします。それはあの、例えば今坂本龍一さんが声を上げてくれています。ああいう著名な方があの声を上げるとそれは影響力は大きいと思います。坂本さんもあの体が大変な状態でああやって声を上げてくださっているの でそれから皆さんが自分は特に入面人面でもないし影響力もないと思うかもしれませんけどその声が2000、2000、1万になっていけば坂本龍一さんと同じぐらいの影響力のある声になるはずです。ですから坂本さん あの訴え、要望も皆さんぜひ受け止めてそれも伝えていっていただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします。吉江さん戻りました。ちょっと離れないと、ちょっと大丈夫ですか。はい、じゃあ皆さん本当にお疲れ様でした。一応これからのアイデアとしてはもうここで一応解散しますけど行きたい人は私と一緒に神宮球場のところに行って神宮球場で気を切らないでをチャンピングして、ま、あの行きましょう。あのそれ今行きたい方は私と一緒に行きましょう。伐採反対伐採反対伐採反対